遊んでます。いや、遊んでますよね。いや、こういう風にやるんだ。いや、絶対ね、すごい結構ね、本当に離れしかない、良くなりそうだよね。それこそ髪がおでん、おでんいいですね。いや、もう無事ですよ。いや、やだやだ、本物だ。すごいな。これちょっとやだよね。これ NG です。これは、これ困る。多分消されますよ、これ。消される？ YouTube の本部に。本当に NG じゃないですか。はい、今ですね、このトリートメントをしてまして、まずベースにムササビトリートメントで、毛髪の強化をしております。で、毛髪内部にムササビトリートメントを入れることによって毛髪強化して、しっかりしたベースを作ります。その上に今クリアヘナ、このクリアヘナを上に乗っけて、トリートメントしてます。これでもうですね、トリートメントとしては最高級のメニューになるかなと思います。はい、ですので、内部がしっかりして、で、髪の毛の腰がちょっと出るんで、まあ、今、モデルさん若いですけども、結構、年齢層幅広くですね、結構、ミセスの方なんかは、髪の毛がだんだん細くなってきたりとかするので、張り腰とか出すのには、絶対このヘナが一番いいんですね。なので、これをちょっとやってあげると、張り腰が非常に出たりとか、あと癖が取れたりとかですね。とよくヘナで癖が取れましたよ、宿毛矯正やめましたよっていう方もいらっしゃるんですね。実際うちのお客さんでも前髪だったりとか癖が結構強い方がいて、で、ヘナをすることによって、矯正をやめたんですよね。なんで、そういう風にヘナをすることによって矯正カットとヘナだけで、全然矯正かけなくても大丈夫になったよっていうことがあるので、結構このメニューはいいかなと思います。はい、なんでこのベースに入れるムササビがかなり効果が大きいので、これでちょっと顔をして、いく感じですね。はい、これでとりあえずシャンプー台でね、できますし、結構やりやすいかなっていう感じがありますね。はい、ということで、このまま今日はね、トリートメントして毛先がちょっとね、ダメージが結構あったみたいなので、その毛先のダメージをちょっと抑えていきたいなということで、特にそんなにこう極端なカラーしてるっていうわけではないんですけど、結構トリートメントの方でちょっとパサついたところをちょっと押さえていきたいと思います。すごい遊びじゃないですか。はい、なんすか。こういうやつなんですよ。あ、そう、本当ですか。はい、なるほど。すごい遊びですね。はい、でこれでいきます。ちょっと時間を置いていきたいと思います。時間を肩は蒸しタオルなどをちょっと濡らしたタオルをつけていただいて、はい、でですね、タオルをつけたら、その上にキャップですね、キャップをかぶせたりとか、ドラップをしたりとか、していただけるといいかなと思いますね。それぐらい、それで一番、とりあえず、20分から30分ぐらい置くと、まあ、よりいいかなというふうには思うんですけど、それぐらいこの上にラップをして、置いていくのがいいかなと思いますね。はい、ちょっと今まだ動画撮れてるんで、ちょっとラップ持ってくるんで、ちょっと、はい、では上げます。これよかったら、ありがとうございます。これ見えますか。いちごのカクテルです。はい、青年がお酒を飲みます。捕まるっていう、いや、カクテルです。ありがとうございます。はい、あ、ラップね、ラップ忘れた。
必要あります？これえここ出てますよ。どこですか？ここ、うん、あ、本当だ。気づかなかった。すごい気づかなかったですか？これは出さない方がいいですね。そうですね、温めた方がいいんで。そうですね、はい、じゃあこのままちょっと時間を置いていきたいと思います。これはね、混ぜてから飲んでください。はい。